飛び出し坊や。飛び出し坊やでわかるだろうか。学校や保育園などが近くにある、子供の飛び出しに注意喚起する子供の絵が描かれてある、看板のようなあれのことだ。僕の家のすぐ近くには小学校があるのだが、家のすぐ横の住宅街の中にある狭い路地のこの交差点では事故が多い。ここは確かに狭くて見通しが悪いのだが、信号を守ってゆっくりと走れば事故など起きるはずがないが、なぜかこの交差点では事故が起きる。学校が近いこともあって、点滅式ではあるが信号もきちんと整備してあるのにもかかわらずだ。ある事故では車同士だったり、またある事故では単独で民家の塀に突っ込んだりしているが、不思議と大きな人身事故が一件もなかったのが救いだ。そして今日もまた事故があった。車がぶつかった音がしたから、いつものように家を出て現場に行ってみると、単独事故を起こして塀にぶつかった車の運転手と話ができた。大丈夫ですか？今救急車呼びますね。と座ったままの運転手に話しかけると。飛び出し坊やが動いたから、避けようとしたんだけどな。と答えた。そういえば以前事故を起こした運転手に話を聞いた時も、同じようなことを言っていた。免許を持っていない僕は、飛び出し坊やが動くなんて、この人は何を言っているんだろう、としか思わなかったが、人が事故を起こす時というのは、きっと何か見間違いでもしているのだろう。しかし、どう考えてもおかしいのだ。その交差点は道幅が狭くて、飛び出し坊やは置かれてない。そこにあるのは、一つの花束だけなのだ。カナダ。俺が中学3年の頃、15年くらい前、ホームステイでカナダに行った帰りの話。ホームステイ自体は学校のプログラムで、20人くらいで行ったんだがその帰り、バンクーバーの空港で日本行きの飛行機を待つ間に、友達と空港のカフェで暇つぶししてた。そしたらいきなり友達が慌てて、後ろ見ろ、って言ってくるから見たら、俺が走ってた。服とか荷物とかは全然違うけど、友人が見ても自分が見ても俺本人。カナダと書かれたダサいトレーナー着て、キャリーバッグ引っ張ってたのが印象に残ってる。何か慌ててたみたいで、すぐにどこかに行ってしまった。恐ろしいくらいに瓜二つだったんだから、写真くらい撮ればよかったと今でも後悔してる。数年前から母親がオーロラにハマってカナダも何回か行ってるんだが、同じくバンクーバーの空港で何度か俺を見たらしい。今の俺と全く同じ顔のやつが、変わり映えもなくカナダと書かれたトレーナーを着て、キャリーバッグ引っ張ってどこかに向かって走っていったらしい。中学の頃から俺のそっくりさんは、十数年経った今の俺と同じに成長して、変わらずあのダサいトレーナーを着て走り回ってるのに違和感を覚えるし、何者なんだと。職員や店舗のスタッフには見えないんだが、何回も目撃できてるなら、今度見つけたら写メ撮ってくれ、できれば何者か聞いてみてくれと母に念押ししといた。誘拐されたテイ君。幽霊とかは出てこない話だけどね、とおじは語り始めた。おじが小学生の頃、友達にテイ君って子がいて、学校でも外でも行動を共にし毎日のように遊んでいた。唯一無二の親友だったらしい。ある日、テイ君がいなくなった。誘拐されたのだ。テイ君がいなくなる前日の夕方、実はおじはテイ君の姿を見ている。お使いの帰りにテイ君ともう一人、知らない大人の男の人が林道のある方向に楽しげに喋りながら、歩いていくのを目撃したのだ。もちろんおじはテイ君の家族や警察にそのことを伝えたけど、遠目だったしこれという特徴もない男だったから、有力な手がかりにはならなかった。さらに誘拐だというのに身代金の要求や脅迫といった電話も何もなく、犯人の目的が一切不明で捜査も難航したらしい。何の進展もなく1週間以上過ぎたある日。あれ、あの絵あんな色だったか？教室の後ろの壁に生徒各々が描いた自画像が貼ってあって、T 君の絵だけ様子がおかしい。背景や表情は変わんないけど、T 君の顔色が妙に赤みが強く感じるのだ。おじはクラスの友達にそのことを伝え、気のせいだと言われたけど、2日3日と過ぎるうちにどんどん赤が強くなって、ついに赤鬼みたいに顔が真っ赤になった。ここまで来たら気のせいだなんて、クラスの誰も言えなくなった。見つけてくれないから怒ってる。きっと暑いところにいる。
いろんな意見が出たけど、T 君が具体的に何を伝えたいのか結局わからなかった。ただ、T 君は今とても痛がっている、苦しんでいる、とおじには感じられて涙が出るほど胸が痛んだそう。この絵は T 君の両親の手元に置いた方がいいとなり、教室から消えた。それからも学校のみんなで駅前や繁華街でビラを配ったり、ポスターを貼ったりもしたけどさっぱり効果はなくて、依然として犯人につながる手がかりはなかった。今日に至るまで、T 君は行方不明のままだ。けど、とっくの昔に T 君はもうこの世にいないと確信しているとおじは言う。ほどなくして父親の仕事の都合で転校することになったおじは、T 君家にお別れの挨拶に行こう。母からそう言われ、気の進まないまま母と共に T 君の家に向かった。夕飯をご馳走になったり泊まりで遊んだり、思い出のたくさんある T 君の家を見るのが辛かった。憔悴しきって別人のようになった T の母が応対に出た玄関から、おじは何気なく右手にある居間を覗き込み、壁に貼られた九段の T 君の自画像を目にし、すぐさま顔をそらした。見てしまったことを心の底から悔やんだ。T 君の顔が、真っ黒になっていた。せめて天国で安らかに過ごしているよう今も祈っている、とおじは話を締めくくった。事故多発地帯。こないだ、交通事故が多発する近所の交差点、大通りの十字路、を通過してた。渋谷のスクランブル交差点式の信号なんだけど、歩行者用が青になって渡り始めて、あ、今日も新しいぬいぐるみや花が備えてあるんだ、と横目で見ながら通過したんだ。交差点を渡り終えて歩道に乗ろうとしたら、いきなり右側からすんごい衝撃が走って吹き飛ばされたの。進行方向的には、車は左から来るはずなのに。で、地面とガードレールに叩きつけられて呼吸もままならない状態になって、すぐに、目の前の交番とガソリンスタンドから人が駆けつけてきた。だけど、道路で信号待ちしてる以外には車なんかなかった。私の後ろから歩いていた人も、車なんか見ていなかった。でも、私の体がくの字に曲がった瞬間に跳ね飛ばされたと、ずっと言ってくれてた。演技でできるような吹き飛ばされ方や距離でもなかったし、何より車の塗料が私の服についていた。みんな不思議がっていたけど、事故多発地帯だから誰かの事故を再現したのかもね。で済まされてしまった。ちなみに私は無傷だった。かすり傷一つ負っていなかった。でも、服もお守りも、カバンに入れてた缶ジュースも、すべてボロボロになってた。不思議なことに、桃缶も入れておいたけど、桃缶は中身がなくなっていた。あれは、誰かお腹空いてたのかな。へえ、怖いな。桃缶の中身が空って、缶はどういう具合だったの？あと缶ジュースは？桃缶は、何か握りつぶしたような感じです。缶切りで開けた、ではなく、真ん中をつぶしていったら圧で左右からはみ出た感じ。ジュースも同じでした。プルタブのある方が破裂してて、中身はない。カバンの中も、別に濡れてない。不思議でした。